はははいはい、はい、うん、まあそんなんなでね今もうこの安保法制があってあちこちでデモをやってて。やってますねであのー、これにかなり若い人たちも参加してそ<う>で規制の週刊誌ね、うん、よりも。うん なんか女性誌がこの問題をたくさん取り上げセブンティーンとか私びっくりしましたセブンティーンって私中学校とか読んでた雑誌ですよこれに戦後70年のことを語ってるページが1,2,3ページまあだからあれだよね まあ本当に週刊誌の中でも女性誌はやっぱしちょっと敏感に反応して木村奏太さんなんかを呼んで紙面を埋めてる作ってるよねなかなかねみんなねしっかり考えてますよ若い子たちがちゃんと考えてんだぞっつって言ってます皆さん私たちだってと。なんで70年70年ってねみんな騒いでんだって70年ってなんだって高校生たちねっていうとこから言ってたのにね。 ははい、はい高校生たちもデモにも参加してます、はい。はい、昨日東京の渋谷なんですが、うん、こちら、東京新聞、1、まあ、面で出てましたが、うん、ティーンズソウルという高校生のグループが、うん、まあ大学生、大人も含めてなんですが、うん、5000人規模の安保、うん、反対のデモを行ったと、うん、この高校生による大規模な政治デモは異例ということで伝えてるんですね。 でまあ、25面にはまあ各高校生、うん、まあ3人代表してまあ取材に答えてまあ安保法制に待ったということで、うん、え自分の意見を述べているページがあるんですけれどもさあそしてこちら、うん、今日の毎日新聞なんです<や>あそ前れだよ、ねうん、まあここに記事届いてないんだけど巣鴨、うん、のほうに,にはこうなんかちょっと記事あるかな。おじいさんたちが今度 オールズっていうの結成して巣鴨<え>でデモっていうほどじゃないんだけど、うん、なんかやっぱしでもあの戦争はいけないとか書いてやっぱしなんかチラシを配ってたらしいね。もう、えー、全部の世代の方たちがそっちへ向かっているという状態ですよね。こ、うん、これは何の、うん、木村聡太さんなんなかが言ってることで、うん これは国分小一郎さんが答えているのか今は分からないだろうがと言われたら分かるように説明してくださいと言えばいい説明できないなら何かおかしいわけ僕もあなたの言うことをきちんと理解したいんですとかとなりますねその際とにかく言うことを聞けと言って服従させるならばそれはハラスメントだっていうふうに言ってるねどれあった東京新聞でしょうか 安保法案反対ね猛暑に負けず若者と一緒に戦うという記事なんですね。ますああちこちでまあデモもそうだし週刊誌でもやっぱし今度の安保法制は庶民がかなり身近に相当感じますよねやっぱり。ちゃんと説明をもっとしてもらいたいというね。 もうで,でもね説明すればするほどなんかこう反対が増えちゃうみたいな、まあ、意見もあって、うんうん、なんかこうね今参院選で今日はね磯崎さんを証人、ねはい、呼んで参考人質問するとか言ってたね,ねはいどうぞ。 こういうまあ動きに関する中で、うん、今日の毎日チーム、らしナビというコーナーなんですけど、はい、ちょっと教育現場で問題になっていることがあると、はい、これ、山口県の柳井高校という高校なんですが、高校2年生が授業で安全保障法案について模擬投票を行ったと、はいでまあ、いわゆるこう学校側のまあ説明としては、18歳になって、参政権、まもなく。 高校生にも場合によっては選挙への権利が与えられるわけなんですが、まあ、それを前にしていわゆるこう法案について考えてみようという授業の一環でまあ 6月の授業なんですが6月22日、まあ、いろんな新聞記事を生徒たちに渡してちょっと自分たちで考えようとでグループ分けでまあ発表するとこの意見に賛成なのか反対なのか、まあくまで授業は説得力を問う授業と誰の意見が一番説得力があったのかっていうのを投票したっていう授業なんですが、まあ、これに対して山口県議会、まあ、自民党ですけれども政治的中立性が問われる現場にふさわしいものなのか。 疑問を感じるといううんまあ、県教育委員会にまあ問いいいただしたということこなんですね、うんまあ、いわゆるこう考えることがまあ大事ですよ、まあ、実際生徒も安保のことなど考えたこともなかったでもしっかり考えることができた本当の選挙でもじっくり考えて投票したいと、うん、この授業が終わった後の意見として述べてるんですが、うん、まあこの学校のこう政治的立場、うん、こう政治的中立を求めるということに対してはどうなんだろうかと。 自民党がちょっとととと提言をまめていいるうこですねそういう学校でこういうことはふさわしくないっってて言るのそうですあいわゆる現場としてはそう言われると萎縮してこういう授業はできなくなってしまうよねと言ってますで終わりの方に書いてあるんですが高校生の政治活動をどこまで認めるかということも焦点だ自民党の提言は学校内外で基本的に抑制的であるべきだとの考えを示している。これが 認められちゃうと、うん、まあいわゆるデモもできなくなるということにはなると思うんですよね。え,ー、えちょっとあのー、なんかこうこれはデモとかそんなことよりとにかく、うん、学校の授業の中でいろんなことを勉強したいと、いろんな意見が出したいと。うん、でだってあれだよもうもうすぐあれでしょ？18歳から選挙権でしょ、はい？もう来年の夏の参院選には高校生が投票するっていうことになる。<laughs> 18歳からもう選挙権 まあ,あるのに政治的なことを考えないで,でこれどういう政府だから若くからせいせい参加しなさいって言ってるわけでしょ選挙権下げて18歳から投票できますよって言ってるわけでしょそれでいろんなことをここなんか教え,教えたり。 ディスカッションできなかったりしたらどう、うん、どうするの？何のために？何のためなの？何のために年齢を下げたんですかって意味わからないね。<laughs> 不思議ですよこれ。うん、なんでなんだろう。自民党の提言は学校内では基本的に抑制的であるべきだ。うん、これちょっと意味わからないね。うん、なんで抑制的でそれさっきのあれだよね。国分高一郎さんじゃないけどなんで抑制的であるべきなんですかと理由を教えてくださいと。うん 僕は自分の考えをちゃんとまとめたいし、うん、自分の思っていることをあの整理したい、うん、しかも言いたいし、うん、ごく当然当たり前のことだけど、うん、それを抑制的って言いながら選挙権は18歳からって、うん、言ってることがもうあっちゃこちゃめっちゃくちゃな感じがするけどね、うん、俺は。うん いわゆる先生がまあ一方的な主張を押し付けるだと問題っていうのはまあわかるんですけどねあくまで高校生が考える場ですけどもここまでちょっと議論になるぐらいの話になっているということなんですよね。